兄と一緒に練習してここまで頑張ってきました。本当は金メダルを目指して恩返しでしたかったんですけども、そこが正直悔しいところでありました。ですが天国の母親はもう多分喜んでくれているんじゃないかなと思います。そうですね、まだやっぱり1日しか経っていないので実感してるか言われますとちょっとまだ実感がすごく分からないんですけど、やっぱり金メダルをかけた時にはやっぱり重たいんだなという気持ちが一番最初に行きました。来年に世界パラ陸上の兵庫県で、まあ僕地元なんですけどそこの神戸で大会があり、まずはその大会で目指して金メダルを獲得できるよう再度アメリカ勢にリベンジして頑張りたいなと思ってます。